上がった3番浅沼が中段から前を伺ってきます。前の2番成田がどうするか、赤番1コーナー3番の浅野も抑えて成田は粘りました。成田が粘って7番伊豆田と並走、その成田に4番飯島が続く感じになって、小原が6番手、1番小島が1番後ろ、3番の浅野はペースがけになっています。インで粘った2番成田と7番伊豆田でマーク戦、その後ろも4番飯島、5番菊池で並走になっています。6番の小原が6番手、少し高まきました。1番の小島が1番後ろでスローペース、今度は小原も押しかけようとしたんですが、番手3番手並走、続いての最終回浅野がペースを上げて2番手3番手の攻防どうか。1番小島は1番後ろから2番手までやり合い続いていますが、2番成田が奪いそうだ、成田奪って、それを見て1番後ろから小島がまくってきました。小島のまくり、3コーナーからセンター一気に来ました。短期の一発が決まった。1番小島一気に先頭だ。1番小島横に回った。1番小島2着争い、小島は後ろを離しました。今1着ゴールイン、2着は3番浅沼に回りました。そして7番の伊豆高、車間を受けた2番奈良木がどこで上がっていくのか、赤番周回5番手から仕掛ける気を伺っています。前で待つ宮城勢はどう出てくるのか。1コーナーから1センター、2番奈良木が5番手、車間を受けながら一気にかましていくのか。前で待つのは1番相澤、4番の大内、3番福間で車間をかなり空きました。2番の荒木、荒木が5番手で飛び出すタイミングを伺っている。1番の相澤もその動きを見ていますが、荒木がかましてきました。荒木が一気にかましてきます。5番の宮沢、7番の本田と続いて、前では相澤もペースを上げたんですが、相澤どうか飛びついていくのか。しかし宮沢が番手守って、相澤は3番手のうち本田のところで絡む感じになっています。2コーナーからバック、3番手は相澤が奪いました。前3人が抜け出して、今度は福間も自力でまくっているが、逃げる2番奈良木、番手5番の宮沢、3番手の外、福間の自力まくね2番手の外まで行くが、宮沢牽制、横に回った。2番奈良木、5番宮沢、2番奈良木だ。荒木逃げ切りました。ゴールイン、荒木逃げ切りを決めています。宮沢とワンツーも決まりました。昨日に続いての追い込みなるか。6番土屋がライン3番手で続いて、2番福田が上がってきました。赤番周回に入って4番鈴木を抑えに行きます。115機の2人、ここは福田が抑えました。4番鈴木は車を引いて中段外、今度は7番小林が仕掛けてきました。小林が今日も先行勝負に出るのか。1番梶原続いている、前から福田が3番手、4番鈴木は6番手からになりました。7番小林が後ろを見ながら、このまま先行勝負になるか。1番の梶原、2番の福田が絶好の3番手、地元の川村、6番土屋が続いて、4番鈴木は6番手、まくり勝負での最終回1コーナー。7番小林がペースを上げました。1番梶原が番手、2番の福田が3番手、その福田がまくっていくか。2コーナーからバック、2番福田がまくってきました。川村、土屋続いて、後ろから鈴木もまくっているが、2番の福田がまずはまくりきるか。7番小林も粘っている、川村が離れました。福田は短期になって前を捉えた。そして4番鈴木、横に回った。2番福田、4番鈴木、外から相笠、鈴木が抜け出したゴールイン。相笠とワンツーが決まっています。鈴木相笠指定コンビのワンツー。今日は続いて番手抜き出しなるか、上がってきました関東勢。一緒に7番覚醒も上がって、サンスライン混合するような感じから小玉が抑えました。赤番1センター、小玉が抑えて5番市川、6番広瀬とできて、中段は4番竹山がキープしました。竹山中段で覚醒は6番手からになっています。覚醒6番手で先に仕掛けていきました。ペースが上がる前に一気に難関勢が叩いてかましていきました。後ろを2車身3車身離していく。7番覚醒、3番の伊藤が続きました。3車身離れて小玉、市川で追って、その後ろさらに離れました。4番竹山、前とかなり差がありますが、前は7番覚醒、3番伊藤で2番子供犬に乗っている。そして竹山が短期になって先にまくってきました。竹山一気に前捉えてきます。4番竹山のまくりが決まる。大野が5番市川になった。そして1番佐藤が竹山先頭に代わって5番市川、横に回った。4番竹山追い詰めた。市川、竹山、市川、市川でゴールイン。市川が差し切りました。そして4番竹山、離れた3着は1番佐藤です。
今日は後ろから思い切った攻めもあるのか上がってきそうです。3番荒沢若手目標続いて追い込む勝負で上がってきた日本勢、前では宮下もペースを上げていますが伊藤が抑えに来ました。宮下も突っ張る、宮下も突っ張ってペースが上がってきました。荒沢のマーク離れ気味で宮下が突っ張っている、宮下突っ張って伊藤を出させません。宮下が今日も突っ張り先行で1番山崎だけで続いた、迎えるって6番伊藤が3番手、荒沢その後ろ4番台は6番手、坂木田は6番手の位置になりました。7番宮下が今日も突っ張り先行で地元の山崎が絶好の番手での最終回、3番手に6番伊藤が行って3番荒沢4番台で坂木田が今度は後ろからまくるか、千葉勢が行きました。2コーナーからバックいい回転でいった千葉勢、坂木田がまくっていく、山崎の横坂木田のまくりが決まりました。そして5番の成清が続く千葉勢か、1番山崎も内側抵抗していますが坂木田先頭、横からまた2番坂木田、そして荒沢が来た、荒沢粘る7番ですが1着からそういうゴール、最後は荒沢か。1番水谷が正攻法で後ろを見ながら3番篠塚4番村上で赤番周回に入っていきます。5番の飯田も4番手、じっくりと仕掛ける球を伺って1コーナーから1センター、1番水谷がしきりに飯田の動きを警戒しながら少し車間を空けていきました。1番水谷来なければ先行勝負になるのか、5番の飯田4番手で中近勢がこのまま前から先行になってきそうです。1番の水谷、3番篠塚、4番村上で主導権は中近勢、5番の飯田は4番手、2番花田、6番佐藤で1番水谷が先行勝負での最終回、3番篠塚、4番村上続いて5番の飯田はまくりで4番手、1センターで難関勢まくってきます。5番飯田のまくりなんですが村上牽制した、しかし5番の飯田がまくっていく、2番の花田が離れました。飯田は短期でまくりを決めるか、1番水谷を捉えてきました。5番飯田先頭に代わってその後ろ2番手争い、花田もいついてきた直線、5番の飯田は独走、5番の飯田はまくり解消ゴールイン、2着は打ち差し込んだ村上です。6番田中も続くか、中段から5番の西谷、前では2番の佐藤ですが外側一気に1番の三好、5番の西谷が中段4番手になります。引いた2番佐藤は6番手からになりました。主導権は群馬勢ですが今度は佐藤の巻き返した、佐藤巻き返した、気づいた1番三好のペース上げて佐藤はいけません。三好がそのまま先行勝負で4番矢口が番手、6番田中が続いて5番の西谷4番手、3番肥後で2番佐藤は6番手、まくり勝負になって主導権群馬勢最終回、4番の矢口が車間を切りました。そして2番佐藤が再度後ろからまくり返してきました。合わせて西谷合わせて肥後が離れた、西谷まくって番手引きつけながら今度は矢口の番手まくり、矢口番手で6番田中が乗った、田中が2番手に上がってその後ろに2番佐藤になっている、この3人佐藤踏み込んできた、横なまった4番矢口、6番田中、4番矢口田中、矢口振り切ったゴールイン、矢口が振り切っています。一旦3番手の外で7番筒井の横から前の難関勢を伺ってきますが、前で菅原も踏むのか、しかし古川が抑えました赤番地コーナー、すかさず7番筒井が3番手に上がる、引いた5番の菅原が6番手からになりました。最強勢がペースを握るか、2コーナーからバック6番古川、3番尾沼、7番筒井ですが菅原かました、菅原が後ろから一気にかましてきます。難関勢がかまして最強勢も前で踏んでるんですが、今度はもがき合うような感じから5番の菅原が叩いてきました。1枚桃と、すかさず近畿の巻き返した7番筒井が3番手の外でさらに前に踏み込んでいきました。難関勢迫ってきます。1コーナーがセンター、7番筒井の仕掛け返しが決まる、2番真田、4番武田まで近畿3社ができるか、7番筒井先頭に変わって2番真田、3番手も4番武田、近畿3社が抜け出しました。2センターから4コーナー、7番筒井、2番真田、横のまった7番筒井、真田、外から武田も来た、前1着争いゴールイン、1着争いどうか近畿勢。7番中田はどうするか、赤番周回2番久木原、7番中田で中田も突っ張ろうとしたんですがここは久木原が抑えました。
5番の石川、4番坂本続いて佐藤に切り替えありません。7番中田は引いて4番手、関東3社が前に出て7番中田が4番手の位置。中田が今度は巻き返していくのか。2番久木原がスローペースに落としながら5番の石川、4番坂本が続いて7番中田4番手、センター2番の木原が先行勝負になるか。5番の石川、7番の中田が巻き返してきました。4コーナーをカーブして今度は前主導権争いから北日本勢が出た。7番中田が前に出て3番箱田、1番金沢とできりました。6番佐藤まで続いた関東が後ろ3人で前の北日本勢の勝負になるか。バックから3コーナー、箱田が車間を切りました。7番中田先頭で3番箱田が番手絶好の体勢を作って1番金沢、6番佐藤で北日本勢4コーナー待った。7番中田、3番箱田、1番金沢、箱田だ、箱田差し切ったゴールイン。2着はどうか、箱田は差し切りを決めています。前の北日本勢を伺っていきます。4番松谷が7番藤根を下ろしに行っての赤番周回、4番松谷が抑えて前に出ました。そして今度は1番小林が後ろから上がるか。引いた7番藤根は中段の内側でその外1番小林スローペースで1番小林が4番手に上がるか。7番藤根は6番手からになります。4番松谷が前で一気にペースを落としました。1番の小林4番手、7番藤根6番手で前と中段が待つような感じになって7番藤根こなけで松谷が先行になるのか。しかし藤根が巻き返してきました。3番平沼で北日本勢が巻き返してきて、しかし前では4番の松谷を踏んでいる。松谷を叩きに行った北日本勢、その後ろに1番小林が乗っていますが松谷が自ら牽制して藤根が遅れました。そして1番の小林が番手に入った。小林番手、逃げる4番松谷、番手に1番小林、その後ろに2番山田、6番岡本で前の勝負で2センターから4コーナー、逃げる松谷、追い込む小林、そして山田も追い込んできた。横に待った4番松谷、外から山田、真ん中小林、1着争いゴールイン。最後は神奈川勢1着争いどうか、2番山田が追い込んだか。難関三者が上がりました。赤番周回に入るところ、1番の新田が3番山岸を抑えていきます。新田が前に出ました。5番の土屋、4番川口、2番林も続いての4番手、3番山岸が車を引いて5番手からになります。2コーナーからバック、前で待つ形になった1番の新田、そして林が今度は3番手一貫泳げの感じから再び4番手、山岸は5番手で新田が先行になるのか。山岸5番手で1番新田がペース上げていますが3番山岸が巻き返してきました。7番柿沢だけで続いている。この2人関東が一気に叩きにいっている。1番新田も抵抗しましたが山岸が前に出て7番柿沢番3番手に1番新田になりました。そして5番の土屋、林が今日巻きた2コーナーからバック、林は3番手の外ですが逃げる関東勢、3番山岸、7番柿沢絶好の体勢だ。その後ろは1番新田、そして2番の林、7番柿沢を見込むか。横から待った3番山岸、7番柿沢、山岸、柿沢、山岸振り切ったかゴールイン。どうか、わずかに山岸か1着争いです。4番の正規が抑えに行って2人並ぶ体勢になってきます。赤番周回に入ってきます。5番高橋はどうか突っ張るのか。4番正規が抑えに行って正規が抑えました。7番柴田、そして1番小林で引いた高橋は4番手からになります。高橋は4番手、4番正規が今度は後ろを見ながら主導権関東勢になるか。5番の高橋が4番手、仕掛ける気を伺っている。4番正規が前でペースを上げるか。7番柴田、1番小林が続いて高橋は4番手、高橋4番手で4コーナーをカーブしてきました。5番高橋は4番手、まくり勝負だ。4番正規がペースを上げて先行勝負。7番柴田、1番小林続いて高橋は4番手、4番手から2コーナーからバック、動いてきました。高橋のまくり、鈴木、石毛と続いて前を一気に飲み込むか。3コーナーカーブ、5番高橋牽制もあっていますが内側へと小林、粘る正規、高橋はその外直線、正規粘って1番小林の追い込みだ。1番小林差し切ったゴールイン。最後1着争いになっています。わずかに小林か。